シャトルワース男爵は、連合王国貴族の男爵位。教育者、ジェームズ・ケイ・シャトルワースが1849年に、除された、順男爵位を前身とし、その息子である、自由党の政治家、第2代順男爵ユグトリード・ケイ・シャトルワースが1902年7月16日に、除されたのに始まる。2016年現在の党首は、第5代。 シャトルワース男爵チャールズ・ケイ・シャトルワースである。かつての邸宅がウソープ、ホール現在の邸宅レックホール教育者、ジェームズ・ケイ・シャトルワースは、1839年から1849年にかけて、数密院教育委員会長官として、貧困層への教育の普及に尽力し、その辞職に際しての1849年12月22日に、順男爵に上された。 彼の死後、その長男であるユグトリード・ケイシャトルワースが、第二代順弾爵位を継承。彼は自由党所属の庶民委員議員を務め、1886年2月から4月にかけてインド担当省政務次官、同年4月から8月にかけて、ランカスター工業大臣、1892年から1895年にかけて海軍省政務次官兼財務長官を務めた。 そして1902年7月16日に、連合王国貴族爵位イランカスターのパラティン、州におけるガウソープのシャトルワース男爵に除され、貴族院議員に列した。彼の長男ローレンスは父に先立って第一次世界大戦で戦死した。そのため、初代男爵の死後、ローレンスの長男リチャードが二代男爵位を継承したが、彼は、 第二次世界大戦のバトルオブブリテンで戦死した。二大男爵には子供がなかったのでその弟のロナルドが三大男爵を継承したが、彼も第二次世界大戦の北アフリカ戦線で戦死した。三大男爵にも子供はなく、初代男爵の次男、エドワードの長男チャールズが四大男爵を継承した。彼も第二次世界大戦に従軍して負傷をした。 四大男爵の死後はその長男のチャールズが五大男爵を継承した。2016年現在の当主も彼である。彼は1998年から2006年までランカスター公領会議の議長を務め、2016年4月23日には女王エリザベス2世よりガーター騎士団ナイトに上された。一族の邸宅はランカシャーパジアムガウソープホールだったが、 1970年に売却した。現在の邸宅はランカシャーレックレックホールである。現当市チャールズ系シャトルワースは以下の爵位、純断爵位を保有している。シャトルワース男爵系シャトルワースやケズ、ありがとうございます。